申し込む。義務当確スケート小平奈を支援する足長おじさん。オリンピックには魔物が住んでいると言われるが、そうした得体の知れないものに邪魔されない限りはこの人の金メダルは揺るがないだろう。スピードスケートの小平奈を31、間もなくオリンピックチャンピオンになろうとしている彼女が歩んできたのは決して王道ではない選手人生。その陰には足長おじさんの存在があった。 500m では2016年からワールドカップや世界選手権などで24連勝中と無敵。 1000m でも昨年末のワールドカップで世界新記録を樹立し、勢い込んで連勝の地に乗り込んだ小平奈はこれまで自らの意思で道を切り開いてきた選手である。長野県知の出身、3歳でスケートを始めた小平が現在もタッグを組む有機競技コーチの存在を知ったのは11歳の時だ。当時行われていた長野五輪男子 500m で金メダルを獲得した清水宏保氏のコーチを務めていたのが有機氏であった。そして中学の時、有機氏が指導している信州大学スケート部の練習を見かけ、将来は信州大へと思い定めた。ジュニア時代に頭角を現し、高校卒業後は実業団に入って10代のうちから世界の舞台で活躍する。これが女子スピードスケート選手が歩む王道だという。小平は高校の時にインターハイで 500m、1000m の2冠を達成。高校卒業前には複数の実業団から勧誘を受けるもそれを断り、女子を貫く形で信州大に入学して有機氏に師事した。オランダ修行の際も、そんな小平の現在の所属先は企業ではなく長野県松本市にある愛沢病院である。今では周りからすごい広告塔だねなんて冗談を言われることもあって、ちょっと困惑しますね。そう語るのは愛沢病院の愛沢隆夫理事長70。時々選手がその所属企業のテレビ CM に出ているのを見ますけれど、選手によってはああいう CM 撮影なんかもストレスに感じる人がいるんじゃないかな。09とし始め、信州大卒業後も有機氏の指導を受けるため小平は地元での雇用先を探していた。そんな彼女に手を差し伸べたのが愛沢理事長だった。彼女に対しては毎月の給与の他に住居費用や遠征費用などスケートにかかるあらゆる面で可能な限りの支援をしています。一応病院のスタッフということになっていますが、最初から働いてもらうつもりはありませんでした。4年前のソチ五輪の後、オランダで修行したいと相談された際には、病院に留学制度があるからそれを利用したらどうかと伝え、実際その形での2年間の留学となりました。現在彼女に支払っている給与は年収ベースで500万円以上、渡航費用なども含めると年間2000万円から3000万円くらいでしょうか。それでいて見返りを求めないのだから、まさに足長おじさん。2月18日に行われる女子 500m は現地で観戦するという。